どんぐりちゃん。だから命もだいぶ出願します。昨日の夕方で数えると3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92
ね、前のフリケンで16分、今でも20分。美味しいね。まあ、最初は少ないですよね。25日は、うん、美味しいね。美味しいね。で、まあ、27から74のラジオを出るようにはなってきました。ただですね、夕べのご飯ですね、食べてないですね。何を。リンゴも食べてないですね、夕べは、うん。ただ、昨日の朝ごはんほとんど食べないんだけど、昨日の朝ごはんには栄養補助かけてるからね、昼間。だから昼間ってそう食べないんだけど、リンゴは食べてますよね、昨日の。量は食べなかったですね。それからあと、海ですけどね、まだ少し出ます。で、要は口の中と、それは一番下のところは出ません。だけど、ちょっと真ん中のところにドレモンを入れてるんですけど、新たに言ってね、そこがちょっと出るんですね。硬いんですよ、ちょっと海がね。まあ、トレーニング限らず、別種類の海って硬いんですよね。うん。普通の海とか、ワンちゃんのことか。美味しいね。では洗浄はするんだけど、まだ洗浄ではそう出なくて、かき取るみたいな感じ。うん、お腹空いてないよね。そうです、そうです。固まってやつを取ると、こんな感じでやってます。ただ、そうそう、あと心配なのは、初日にドレンチューブ外しちゃったじゃないですか。はい、でもその後はなんとか、ついてくれ、取らずにいてくれてるんで、まあだから、週末ぐらい、まあ、一応退院目標で行きたいと思います。やりますでしょ、洗浄も、それから、その、うん、栄養補料も、それから、そういう海を面倒で取るような作業もね。うん、じゃあ、週末、何曜日がご都合いいです？はい。じゃあ、日曜日を退院目標にしたいと思いますので、まあ、もし、なんか状態が変われば変わるかもしれませんけども、まあ、今みたいな感じでうんちが出てくれればね、だから自力で食べなくても、もうとにかくちょっと栄養補助どんどんかけてますわ。うんちたくさんした方が、治りもいいと思いますのでね。はい、そんな様子です。すいません、ちょっと今日はこんな時間にしてもらってありがとうございます。明日はまあ、また、明日以降はまだ12時前後ぐらいでいいかなと思いますので。はい。じゃあ、6月の2日を退院目標でいきたいなと思います。うん、おじゃーして。はい、日曜日帰れるって、はい、頑張ろうね。お茶のご飯いっぱい食べようね。日曜日が退院目標、はい、が天気になるからいい。お部屋のご飯いっぱい食べてね。ていうか、基本的には治んないんですよ。あ、うん、原因が判明だから、だしから食べれなくなっちゃうんですよ。だしがさ、危ない。そのオペで死んじゃう。言うほど簡単なことじゃない。お茶動物だからさ、うさぎのアップレーディング。おー。しかし、頑張って言うみたいに開けられないからね。いろんな要因があって。これ、この今の、いやーって開いてるの、これが最大ですもんね。なるほどね。ああ、してる。麻酔もだって気管チューブ入れられないし。さくらさん、すいません。減塩水スプレーもらっていいですか？はい、どうぞ。ありがとうございます。うん。美味しいね。ね、ああ、してる。いやー。うん。上手。偉いね。お母ちゃん。
用意していいかな、ね。あともう一口があるね。うん。あら。じゃあ、頑張りました。どうにか頑張りました。休憩します。